スコットが体を張ります。テーブス、おお、切り替えるステップ。スコットとウォッシュバンですが、5秒3秒、テーブス外して3はどうか。また北川ファウルもらってバスケットカウント、林のファウルか。テーブスベースライン際ですが、ここはちょっと無理がありました。今度はダーラムのアタック、ファウルあってバスケットカウントになりました。遠藤、おお、スクープショットになりました。よく守りましたね。アレンのところ、どうでしょうか、ね、決めてきた佐藤君武。スコットであり、それから北川も前半いいブロックショットありましたが、ゴール下の圧力が今気になっている状況。遠藤、スリー来た、これで6分の4。ただこのパスがダーラムに通らず、4対3のアウトナンバーです。ショートコーナー遠藤、まあ、全国の指導者はそういった関わった選手であったりとかスタッフだったりっていうのが、こういったトップリーグで活躍してくれるっていうのはすごく、よく北川はさばいたんですが、4秒3秒で竹内打てるか。北川どうでしょう、来た、玉際で戦う姿勢だったりというところが見えてきている部分は、ベンチポイント、ベンチからスタートした選手の得点がここまでブレックスが24、新潟が7です。いい入ろうでしたね。ファールもらってます、バスケットカウントです。ピーク、ギブス、惜しかったですね。アレンのブロックだったでしょうか。そしてウォッシュバーン、バスケットカウントです。もうウォッシュバーンでかなりゴリ押ししているという、はい、竹内康介のピックを使いながら遠藤の前に2人入ってきて、アタックに切り替えてスクープショットはブロックしたダーラム。須選手は絹中学でプレーした後に宇都宮ブレックスの U15 でプレーをして、最後は38点差ということになりました。宇都宮ブレックス86対48、新潟アルビレックス BB に勝ちました。